こんにちは、小池めぐみです。区議会の第2回定例会が始まるということで、ちょっと傍聴をどうやってしたらいいのっていうのを説明できたらなと思ってます。ちょっと行ってみましょう。顔が映らないようにしてるのが大変ですね。ここね、区役所の入り口です。区役所の1階です。ここがエレベーターになります。そして3階に行きます。すぐ来るかな。3階です。こちらがですね、杉並区議会になっています。東棟連絡口ということで、こちらです。あちらが受付です。事務局になります。あそこで名前を書いてもらって、名前を書いた後は5階に行きます。ここは区議団の控え室があるところです。皆さんのお部屋がたくさんあります。そしてエレベーターでも OK です。3階の事務局で受付をして、名前と住所もかな、電話番号もだったかな。そして撮影や録音をする人は、また別の紙、そして配信する人はまた別の紙を書いて、3枚書かなきゃいけないんですけど、配信と撮影録音する人と、あのネットを使うとかスマホを使う人で、それを書いてこうバッジをもらうんですけど、それをつけてないと傍聴席ではなんかスマホとかいじっちゃいけない感じになってるんです。で、ここが見えるかな、傍聴席です。ここには開始の10分前から入れるような形になります。警備員さんがいて確認します。で、もちろん一旦退出もできるし、再入場もできます。はい、というわけで、傍聴の案内でした。いよいよ来週水曜日から始まる、区議会、皆さんぜひ平日ですが来られる人は来てみてください。そしてネットで配信もあります。配信もぜひご覧になってください。